皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。社会の底辺工場に勤務する女工の花36歳は1月23日から25日の3日間、下記の食中毒ノロウイルスに呪われ便所の呪いにかかっておりました。下記で食中毒になると一体どんなことが起こるのか、発端から発症の経緯、会社に行けるまでどんな食事を食べていたのかをご紹介します。では3日間の闘病生活のご紹介を始めさせていただきます。事件の発端は1月22日に激安の生食用の牡蠣を食べたことで、1パック258円と安すぎて心配をしておりましたが、確かに生食用と書かれており信用して食べました。258円でも意外と美味しく、これは儲けものと思っておりましたが、人生はそう甘くはありません。1月23日、気分不良と食欲不振、その不安は見事に的中し、1月23日は朝から気持ちが悪く、食べられたのは味噌汁一杯が限界で、それすらも会社で吐いてしまうほどでした。その調子だったので、昼食はビスコ2袋しか食べられず、それすらも吐いておりました。横になっていたいのに無理やりに仕事をして、トイレと現場を往復する苦痛、超絶不幸体験。この1年で体験した不幸の中で最も不幸だと感じました。限界の中でノルマを達成して3時半に早退、速攻で横になりましたが、寒くて仕方がなく、石油ファンヒーターとエアコンをダブルでつけて、暖房をマックスにして布団に引きこもり、ゴミ箱をベッドの横にスタンバイして、いつ吐いても大丈夫なように設置し、吐いた後に水で口をゆすいだり、水分補給ができるように、水入れも設置し、口を拭けるようにティッシュも置きました。この動画は症状がだいぶマシになった25日に撮影したものですが、マシになってからは動画を見ながらゴロゴロとしていて、謎の枝豆ズンザモンが解説する画家のゴッホの話やマゼランの世界一周の動画を見ておりました。寒くて仕方がなかったので、エアコンのつけすぎで湿度が 20% 以下に下がり、花が枯れてしまいました。話は戻して、一番やばかったのが1月23日の夕方頃で、熱が38度に上がり、水分補給しかできない状態だったので、夕方は家にあった最強のヤクルトで、ノロに対抗しようと思いましたが、ノロの呪いは凄まじく、敗北し全部吐いてしまいました。その後も吐き続け、夜中中吐いて吐き疲れました。1月24日、工場出勤不能。吐き気が全く収まらず、欠勤の電話を入れて、飲むヨーグルトとヨーグルトで水分補給をしました。昼頃になってマシになってきて、X、旧ツイッターにおかゆの画像を上げました。それからは体調が回復し、動画を作成したり、サムネイルを作ったりして、明日からの工場に行けるような感じに思えました。昼食に続いて夕食もおかゆで、昼に作った卵がゆが美味しかったので、夕食だけではなく次の日の朝食にも食べたいと思って多めに作りました。この食中毒の発端になったのは、成金になって贅沢な食生活をしたことが原因でした。本当に皮肉すぎて自分でも呆れてしまったのですが、これまで贅沢をしたどんな食べ物よりも、この卵がゆの方が圧倒的に美味しく、贅沢が馬鹿らしく感じました。
1月25日、ノロロロロロロ。ノロは甘くはありません。夜中に嘔吐がぶり返し吐きまくり、体力を使い果たして出勤不能になったので欠勤2日目になりました。朝の10時に食べた遅い朝食は、昨日の残りの卵がゆ、カルビスを濃いめに入れた甘い牛乳、みかんでした。それからは体力を使い果たしていたので、見慣れた天井を眺めて、一切何もせずゴロゴロとして、昼の3時頃までずっとゴロゴロとして時間を過ごしておりました。この時点で自宅の冷蔵庫にはこんな料理しかできないような材料しかなく、ゆっくりと休むと元気が出てきたので、体調が悪くても食べやすいものを買い物にしに行くことに決めました。購入したのはこんな感じで、いつもなら酒、肉、魚、乳製品が目立ちますが、お腹を壊すとこれらは全く食べたいとは思わず、いつもとは毛色が違う感じの買い物となりました。食べたいと思ったものはこんな感じで、豆乳、アイス、プリン、ヨーグルト、フルーツ系の飴、ドロップは強そうな煉獄さんを選びました。ノロ食中毒の夕食、食べやすい麺料理。夕食はそうめんを煮込んでクタクタにした鮮麺という台湾料理を作りました。朝食では食べ物を食べるとお腹が痛かったので、できるだけ食べやすいものにしようと思い、鮮麺にしました。ノロ食中毒になると食欲が失せる上にお腹も痛くなります。普段の2割程度しか食べられなくなる感じで、そうめん一束と94キロカロリーのヨーグルトとサラダが夕食でした。この量では少し足りなかったのか、元気が出てきたのか、お腹が空き、特に甘いものが食べたくなり、アイスを食べました。ノロ食中毒になると味覚もガラッと変わり、ヨーグルトやアイス、おかゆなどの糖分の多いものが欲しくなり、肉類と魚類に拒否感が出て、特に食べたくなくなります。消化の良い食べ物を少量食べて寝る。それが夏季食中毒3日目の生活です。1月26日、病み上がりの出勤。病み上がりでまだ体調は万全ではありませんが、いつもとは違う朝食を食べて出勤します。朝食はビタミン補給のためのかぼちゃのスープに、タンパク質補給のための練り物を入れた謎の創作オリジナル料理と、食べやすくてさっぱりとした口当たりのアロエヨーグルトです。ここで少し働くこと自体が嫌いな理由をご紹介しようと思います。働くということは体調が悪くて動きたくない時に、無理やりに作業をしなければいけないということです。工場勤務の場合はお腹が痛くて力が入らない時にでも、無理やりに力仕事をする羽目になり、接客業の場合は頭が痛くても笑顔でお客様に対応する羽目になり、事務職の場合は眠たくても入力を間違えてはいけません。体調不良の中で業務を遂行することが超苦痛で、気軽に休めないので、働くこと自体が嫌いです。この日もこれから会社でしたが、まだお腹が痛かったので、超嫌でした。前日のアイスでお腹がまた痛くなり、病み上がりだったので、仕事が終わって家に帰ったら風呂にも入らず、速攻で寝ておりました。ここで少し寝そべり族になりたいと思った発端中の発端の話をします。働きたくないほどの体調不良の時に、無理やり働いたことが苦痛すぎて、家に帰って暖かい布団で寝ていると、一気に苦痛から解放され、極楽中の極楽で、天国のようにふわふわとした幸せを感じ、この幸せが働いて手に入れる金の数倍の価値があると感じたからです。
これほどに仕事は苦痛で、稼いだ金で得られる財の価値は低いと思っております。話を食中毒の話に戻して、このように下記食中毒になると、症状が出ている日以外にも3日間くらいは体調がおかしくなります。外せない用事や仕事があったり、時間を無駄にできない人は牡蠣は食べない方が良いと思います。私も牡蠣は大好きでしたが、もう一生食べないと思います。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。